はい、前回、フェアウェイウッドの、クラブの選び方だったりとか、打ち方、練習方法っていうのをお伝えしたんですが、実は何気に僕聞かれること多いのは、こっちの話なんですよ、ユーティリティ。ユーティリティ。扱いやすいからこそユーティリティって言われるはずなんですが、実は苦手っていう人って結構多いですよね。嘘でしょ？僕、いや、苦手なんですよ、ユーティリティ。いや、マジ、本当に。いや、そこそこは打てますよ。そこそこは打てるんですけど、あんま正直好きじゃないんですよ。でも、大体いつも適当にパンって打つじゃないですか。適当にパンって打つんですけど、僕だって、4番ヤンとか、3番ヤンとか使っちゃうタイプ？ 自慢ですか？いや、そんなことないです。だから、それも、ここからの話になるんで、行きましょう。ということで、今日はユーティリティの、例えば、クラブの選び方、そして練習の仕方、得意、不得意、いろいろあると思うんですが、今日はいろいろお伝えしていきたいと思います。お願いします。お願いします。お願いします。で、この道具なんですけれども、まずユーティリティってタイプがあります。このウッド型っていうのと、アイアン型っていうのと、あると思うんですが、これ僕は、お客様によく聞かれるんですけど、どっちがいいですかって聞かれるんです。で、必ず僕は、オウム返しのようにどっちが好きですかっていうふうに聞きます。これ、好みです。本当に構えて絶対的に安心感がある方、これを基準に選んでいただきたいと思います。なるほど。そうすると間違いなくコースでご自身のスイングができるので、なので、そこはミス減る減らないって精神的な部分ってものすごい大きいので、まずは好きな方を選んでくださいっていうふうに言います。続いてシャフト選びなんですが、シャフト選びで一番実は大事になってくるのが、アイアン型ってこれ実はヘッド重量が結構重いんです。重いものが多いです。なので、アイアンと同じシャフトを選んでいただくか、そのアイアンと同じような系統のシャフトで、ちょっと軽いもの、で、先端の径ですね、これがアイアンの、例えば同じ径が空いてることがほぼほぼなので、アイアン用のシャフトをなるべく選んでいただきたいと。アイアン寄りというか、アイアン用みたいな。そうですね。を選んでいただきたいと。藤倉さんで言うなら MCI、それでこっちが MCH っていうふうになるんですよね。こっちの場合は、MCI、H なのかな。H、はい、やってます。ありがとうございます。で、こっち、ウッド型の UTT を選んでいただくときは、逆に言うとヘッド重量がちょっと軽くなります。なおかつ軽くなるってことは長くなります。なので、これは、ユーティリティ用のシャフトっていうふうになります。で、ユーティリティ用のシャフトを選んでいただきながら、なおかつ振り心地は、基本的に13本ですね、パターンを除いた13本同じにしていただきたいので、なるべく外さないように、同じようなしなり方をするユーティリティ用のシャフトを探していただいて、で、重量帯とかっていうのが逆に言うと、ドライバー、フェアウェイでアイアンっていうところの間になるので、その間の重量ですね。で、私の場合はご参考までに、ドライバーが、今 60g、フェアウェイウッドが 70g、で、UTT は 90g を入れて、アイアンが 120g、125なんですけども、っていう選び方をしてます。これが100だと僕は重くて振れなかったです。で、距離が落ちてしまいました。欲しい距離が出なかったので、結局 90g、96g かなのシャフトになってるんですが、そこは、欲しい距離と振りやすさっていうところで選んでいただければ間違いないかなというふうに思います。なるほど。あとは、ヘッドの特性とかっていうのが、逆にどんどんこれも飛び系になってきてしまったりするんですね。ウッド型に関して言うと、で、一番はユーティリティって、長い距離を飛んでグリーンで止めたいっていう用途が出るはずなので、これがボールが強すぎて止まらないっていう風になってくると、ちょっと用途が変わってきてしまいます。なので、その
まあ、入れるシャフトによってもそこの飛び方が結構変わってきちゃったりするので、はいはい、できればですよ、はい、そのヘッドに合わせてシャフトを打っていくっていうのが本当はベストです。ただ、特性ってヘッドの特性って絶対あるので、はい、まあ、重心の高さ深さも含めていろいろ考えていただいて、なるべくこうやってスピン量が出るような、はい、弾道計測器を使っていただいて、はい、じゃあ本当にそれがスピンが足りてるのかどうかっていうのも見ていただきつつ、はい、はい、ユーティリティ選びをしていただければと思います。はい、はい、ありがとうございます。いや、もう喋ることないよ俺。ないよ。で、いや、僕あの冒頭でも伝えた通りですね、はい、あんま好きじゃないんですよこのユーティリティって、はい、これ、はい、ダイアン僕好きなので、はい、どっちかっていうともうこういうやつ入れてるんですね。はいはい。だ昔、まあ、ちょっと前そのテーラーで僕1個前その770とか760とかなんか使ってたんです、アイアン。はい、まあ、ちょっとそんなに大きすぎず、はい、まあまあなんか難しすぎずみたいなのを使って、はい、で4番3番とかは、まあ、あれなんですよ M6 とか、うん、でも超簡単なアイアンを入れて、そしたらもうポコーンってこう上がってくれるし、はい、あんま簡単だなみたいな、はい、僕はどっちかっていうとこっち派なんですよ。はい。で、まあユーティリティの別に打ち方って、別に打ち方はそんなこれユーティリティだからこうやって打てっていうのはないんですけど、はい、まあ、僕もやっぱり聞くのは、はい、アイアンが好きですか、やっぱりドライバーとかフェアウェイウッド好きですかによって多分この形状変わります、はい、でそれによって多少そのイメージってどっちかにこう寄ってった方がいいんじゃないかって説明するんですけど、はい、最近の打ち方で言うと、はい、多分ね、アイアンもそんなに上から入れなくなってきてるし、はいはいはい、なんかちょっとこう薄く長くっぽくなってるじゃないですか、はい、あんまりそんなアイアンっぽい打ち方、ドライバーっぽい打ち方、フェアウェイウッドっぽい打ち方みたいなのってあんまりないんじゃないかなと、はい、うん、そもそもだどちらかというと、はい、本当にこう低く長く押せるっていう、もうそれが一番最近のクラブに合ってるんじゃないかなと思うんですね、はい、でそのためには僕はね、この右手の使い方ってめちゃくちゃ大事だと思うんですよ、はい、右手。で右手って、まあ、どういう役割をするかっていうと、はい、基本テイクバックトップでこうやってスッとこう、まあ、ためっていうのはできるわけですね、はい、まあ、切り返しもそうなんですけど、ためができて、はい、そのためのままダンってこうボールを押していくっていう、ダンってそれができるといいと思うんですよ。それが縦にほどけるすくう、ね、いろんな頭の向きから球上げたいなで救うだとか、ね、当てたいなでバンってこう、ね、縦にほどけるとか、いろんなことをこの右手がやらかしてしまうがためにミスが出てしまうと思うんですね。でもうユーティリティでもそうなんですけれども、当たらないなと思ったらもう当てに行く、当てに行こうとしたらやっぱりみんなこう器用なところ、敏感なところを使うわけですよ。だからこの右手の使い方さえマスターしちゃえば何でもいいんじゃないのと思うんですよ。はい、何でもできる、何でもいいんじゃないじゃない、何でも打てると思うんです。で僕フェアウェイウッドとかユーティリティ、まあ、特にユーティリティで苦手な方は僕ね、右手一本で、はい、こうもう小さいスイング、はい、これでいいんです。おこのね練習やってほしいんですよ。でその時のポイントとしては、これでこう、まあ、コックためができます、はい、できたためがそのままここまでキープできるかどうか、はい、これ大事なんですよ。パン。おっていうことは、ここでできた手の形そのままこっちに来るって、え、何が行われてるのって言ったら下半身なんですよ、はい、下半身の回転、うん、下半身の動きだけでインパクト前後ポーンってできるようになってくると、インパクト前後はめちゃくちゃ安定してくるんですよ。これ当たんない人とかっていうと、これ溜めてできるんですけど、ってこうやってほどいちゃったりとか、はいはいはい、こういう手になっちゃうんですよ、はい、とかもうすくっちゃうとかね、こうやってっていう手の人って基本もうユーティリティダメでしょうね。だから軽くね、こういう感じで打てるといいかなと。それを両手でやって、右手の使い方コックしてパンみたいな、この形ができるとうまくこの機能を使えてボールが飛んでってくれるんじゃないかなと思います。なるほど。なので、はい、ちょっとユーティリティ不得意な方はこの右手の使い方をマスターしていただけると、はい、すごく簡単に打てると思うので、ぜひやってみてください。はい、はい、言うことないって言っときながらめっちゃ流暢に、いやいやいや、言うことないよ俺、全然言ってましたけどね。え、そう。はい、
まあ、道具の選び方、うん、そして UTT の練習方法、うん、苦手な方はこういう形でっていうのが、よく分かっていただけたと思います、はい、皆さんぜひぜひ UTT も苦手にせずにお試しください。はい、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。経済ランドゴルフアカデミーからスタッフ募集のお知らせです。経済ランドゴルフアカデミーではインストラクターを募集します。面接、研修、テストなどを行いますが、自分のレッスンスキルを上げてゴルファーのサポートをしたい方、連絡待ってます。ゴルフ業界で人脈を作りたい方、最新のゴルフ理論を学びたい方、インスタグラムや YouTube だけではなく雑誌やテレビなどのタイアップ企画に携わりたい方、ぜひ僕らと一緒にゴルフ業界を盛り上げていきましょう。ご連絡待ってます。